はい、皆さんこんにちは、ロンガイです。今回はね、タイトルにもある通りもののけ少女についてお話ししていこうと思います。もう完全に見た目がもう闇属性だったので、びっくりしましたね、光属性で。ということで、まあ僕の方からはキャラの考察だとか引くべきかについてちょっとねお話ししていこうかなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。はい、ではね、早速性能から考察していこうと思いますが、アビリティが超アンチワープ、超レーザーストップのアンチブロック、ソウルスティール、まあ全体的に見てかなり優秀なアビリティの組み合わせになっております。で、友情コンボがメインに超強爆破拡散弾、これがねマナアニマの中心化時初実装の友情コンボですね。で、サブに超強スパークバレット、これが中心化なので、まあ、超砲撃解放可能ですよといったところですね。で、SS がランダ吹っ飛ばし SS。これがね、自身の友情コンボとめちゃめちゃ相性がいいものとなっており、かなりね、先走る身の強い要素となっております。はい。性能をね、見た印象としましては、まずね、アビリティがね、近畿20の適正といったところで、まあ、超レザストとかもかなり耐久面ではね、重宝してきますし、ランダ SS もね、ワンチャン、ニャレラとかとね、同じ、になってくるものだとしたら、ワンパンの可能性も出てくるといったところですね。まあ、あとは友情コンボ。これはね、どちらも、まあ、火力出せてすごいいいんですけども、まあ、ノマダン視点から見ると、超強スパバレの演出が長いのが気になっちゃうんじゃないかなといった印象ですね。なのでね、ノマ狙いで弾こうと思ってる方はね、いろいろね、ちょっと YouTube とか Twitter とか、まあ、実装があさって、まあ、判断した方がいいかもしれませんね。でもまあ間違いなくドアビーの友情だけで見たらね、火力はトップクラスといった感じですね。まあ僕の方からはこれぐらいですかね。まあ全体的に見た印象としましては。はい、ということで考察していったんですけども、最後ね、スタミナをね、引くべきかについて考察していきたいと思います。まずスタミナの開催日が2月20日当日のモンストの日の12時からとなっております。おそらくね、確率は属性限定なので、まあ 0.6% がかなり熱いと思います。で、現在のね、スタミナ情勢なのですが、もののけね、少女を含めると合計ね、8体の限定キャラがいますね。まあ、1体だけね、確率が上がってるとはいえ、なかなかね、1点狙いは難しいですね。まあ、ガチャ情勢はここまでにして、まあ、性能面でね、引くべきかについてなのですが、性能中かつオーブをね、本当に大切にしたい人は、一旦ね、様子見でもいいかなと思います。まあでもね、ビジュアルがすごい素敵なのでね、まあガチャバナー見た瞬間に、そそられて引かないかが僕は心配ですね。まあ以上で、もののけ少女の考察動画でした。よかったらチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバイ。